日曜日は何々何にみたいなね、32で何々何にミノチャンネルザ話し方向上委員会、今回もお問い合わせいただきました。人前で話すときに早口になる、息継ぎができない、声が通らない、こんなお問い合わせでございました。これはやっぱ緊張からね出てくるものだと思いますし、こういうお問い合わせ今までもねたくさんいただいてるんですよね。で、人前で話すときに早口になっちゃったり息継ぎができなかったり、ちょっと呼吸が苦しくなったりと声も出づらいっていう方はですね、ぜひこれをチェックいただきたいというねポイントを今日3つお伝えしてます。本編の方もどうぞお楽しみください。セミナーにお申し込みいただいた方から、はい、こんなお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。人前で話す機会が増えてきました、うん、最初は気をつけていても知らない人たちの前で話すと次第に早口になって、うんうん、息継ぎのタイミングがわからなくなります。声も通らず悩んでます。今後も人前で話す機会は増えてくることから、相手に聞き取りやすい声の出し方、話し方を勉強したいです、うん、これは緊張から来るパターンですかね、やっぱりね。そうですね。人前で立って喋るってなった時にやっぱり早口になってしまったり、こうどこで息吸えばいいかわからないと、で息吸えないってことは呼吸も上がってこないから、やっぱり声もしっかり通らないっていうお悩みですよね。これはねいっぱいいただくんですよね、こういったお問い合わせもね。これ一連択肢というか、この3つ全部ねつながってると思うんです。なのでぜひこんな経験ある方は今から言うことをぜひチェックいただきたいというふうに思います。ちょっとメドレーでドバドバドバッと言ってきますね。まず一文が長くはありませんか、ここチェックしていただきたい。どういうことかというと、これもよく話しますけれどもね、動画でやっぱり句点がないお話っていうのはずっとこう続くような話ですよ。何々してこれしてこれしたんですけれども、こういうことがあってけどこうなんで、こういうことなんですけれども、でもこういうことでこうなんでって、こう句点がないパターン。句点がないと何が良くないかっていうと、切るということはそこで息継ぎができますね。丸、何々しました、今日は3つお伝えします、1点目はこれです、2点目はこれです、3点目はこれですって止めると息ができますよね。だからさっきの息継ぎっていうのも解消できる。そして句点が入ると必ずこれはブレーキになるんです。わーって話してたらね、坂道を転がっていくかのようにどん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 加速してきますよね。でも加速していくんですって1回止めると、そこからまたゴロンゴロンってなってきますわね。なので句点を切るっていうのは息継ぎのタイミングにもなるし、スピードを落とす役割にもなるんです。よく早口になる方を見ているとなかなか文章が切れない。なので人前で喋るってなった時、やっぱり台本とか何話そうかなって考えると思います。今切りましたね、息しました。ここで今スペースが落ちるので台本を書くと思うんです。なのでその時にぜひ一文が長くならないかチェックいただきたいんです。チェックすれば長くて息継ぎができなくなる、そのまま早くなるなってことなくなります。まあ、今入ってちょっと短く切ってますけど、だからこんな風にして文章を短く切ってみましょうっていうことがチェックリスト一つ目です。で、二つ目、これもチェックいただきたいですよね。バッファはあるか。バッファというのは何かというと、例えば30分喋るとしますよね。フルフルで作ってませんかと。30分話すんだったとしたら、話してる時間は20分ぐらいで想定してないとダメです。10分ぐらいはもうフリーの時間、空白として空けておくと。なぜかというと、やっぱりどうしても人前で緊張して喋ろうと思ったら早口になったりすると。でも時間がなくなってきた、やばい、あと3つ伝えなきゃいけないのにもう3分しかないってなったら、それは早口になります。だからバッファーを残しておくとゆとりを持って喋れますよっていうことなんです。この話をするとね、余った時怖いという方もいらっしゃるんですけど、まあ大丈夫ですよ。ほとんどそんなに余ってどうしようかっていうことには緊張しやすい方はね多分ならない。だからどうしてもね早口にちょっとずつなっちゃうんでしょうね。だからそこ自信を持って、30分だったら10分バッファーを用意しておいて、もう20分で設計しておく、15分だったらもう10分でもいいぐらい、5分だったらもうこれ3分でもいいぐらい、必ずバッファーを残しておくっていうことをしておくといいと思います。要するにあんまりたくさん喋んないということですよね。これ計算するときに皆さんが結構間違ってることがあるんですけれど、何かっていうと、喋る、一方的になんか説明するとするじゃないですか。説明するっていう時間で設計してるんです。ん、どういうことと、まあそりゃそうだよ、だって説明する時間で30分喋るとか決めると、これ違うんですよね。実は人前で喋るっていう時は聞き手の方とコミュニケーションを取ってるかのごとく設計するんですよ。別にお話はしてないですよ、一対複数で喋ってるんで、一人ずつこうやって会話はしてないんですけれども、まるで会話をしてるかのように設計した方が聞き手にとってはコミュニケーションを取ってるような形で聞き取りやすいんです。一方的にどうですか、ずっとこの説明をされるよりも
こういうことがあるんですけどいかがですか、ありますよね、そんな時にこれを使ってみていただきたいんです。難しそうだと思いました、簡単なんですよ。これ対話してるような感じじゃないですか、ね、別にいちいち喋ってないですよ。けども聞き手とコミュニケーション取って喋ってる説明の方が皆さんに届くと思いません？一方的にうわーってよりは。でさっきのバッファーの話に戻りますけれども、一方的に自分がずっと説明してる時間で設計するとバッファーってあんまり作りにくい、じゃなくて相手とまるで喋ってるかのように、ここ分かりづらいですよね、そうですよね、だからもうちょっと補足をしますねみたいな形で会話をしてるかのように台本を作るんですよ。そうすると絶対に長くなる、だって会話をしてる時間がありますから。だからあ、こんなにかかるのかと思ってあえてバッファーを作っておくということですね。だから次何しなきゃいけないか、これは3つ目のチェックポイントなんですけど、内容を多くありませんか、後ろにね時間を設計するのはいいとして、盛りだくさんじゃございませんかというのをチェックしていただきたい。これ盛りだくさんのことをたくさん伝えようと思えばそれは早口になる。例えば僕がね5分で、僕今43歳、43年間あったことを1年ずつ1行ずつでもいいから語ってくれと言われたら、僕5分で43年分何か喋んなきゃいけないんですよ。1歳の時は何々して、2歳の時は何々して、3歳の時は何々して、22歳の時は何々して、37歳の時は何々して、これ43行、これ5分で喋ろうって言われたら、僕だって早口になりますよ。だから多くありませんってことなんです。5分で伝えるんであれば、43年間の出来事、じゃあ大きな出来事、トピックスを2つお伝えします。これだったらゆとりを持って喋れそうですよね。しかもね、皆さん43行も1年は2年は3年はあってね、日曜日は何々何々みたいなね、32で何々何々みたいな、そんな聞かされたと困るじゃないですか。量多くありませんかと絞る。そうすると話す内容にゆとりが出てきて、ゆっくり喋ることができるようになるということなんです。ちょっと今日このぐらいにしましょうかね。今日3つぐらいお話ししましたけれども、これ短く切る、要するに逆に言うと長くありませんかと、そして2つ目のチェックポイントがフルフルで作ってませんかと、3つ目が内容多くありませんかと、これぜひチェックいただきたいということなんですよ。自分が長い場合に関してはこれ切らないと呼吸はできませんよと、でスピードもどんどん速くなっちゃうので短く切りましょうだし、フルフルで作ってませんかって方に関しては30分だったらもう20分で設計して10分はバッファーを作ってくださいと、量が多くありませんかっていう方はこれはチェックポイントとしてはどなたかに聞いてもらうのがいいと思いますね。そうするとほとんどがね、いやこれ解説量多いですよとか、ここはもう例え話とかで短くていいんじゃないですかとか、もうそもそもここいりませんよって言われることの方が多い、追加してくれよりはいりませんよの方が多いと思うんです。僕らも添削とかしててほとんどそうなんで、だから誰かに見てもらうっていうのがいいと思いますね。まあ、そんな形でチェックをすると、そうするといっぱいのことをたくさん話すとやっぱり早口になって息継ぎもできないんで呼吸も浅くなっちゃいますけど、少なくしてもうこれだけ伝えればいいって決まっておけばゆっくりして安心してお話しすることができるということですね。で今日お伝えしているのは話す中身のことなんですよ。当然今日お問い合わせいただいたの中にもその、ね、声が通らないとかもありました。それは呼吸とか体の使い方とか通る声の出し方とかね、発声からレーザービームのように息出しますよ、はーとかね、練習はっはっとか、こうブレストレーニング、そういういっぱい今までも過去動画上げてあるので、声の通りやすさとか声の出し方だけまたぜひ、ね、チャンネル内検索していただいて無数に上がってると思いますから、それはそれで勉強していただくと。で今日はどっちかというと内容の方にちょっと特化をしてチェックポイントをお伝えしてみました。で実際ね話すときにそうだな長いような気がすると、で量も多いような気がすると、でもどこを削ったらいいのかなとかって分かんなかったりすると思うんですよね。ぜひ周りの方に聞いていただきたいし、上司とかお友達とかにも相談したりとか同僚に相談したりとか、まあ、もちろん我々でも結構です。ぜひ話す内容を見せていただいて一緒にこういいねスピーチ内容とか説明内容を作っていけたらと思います。また概要欄チェックいただくと、まあ、そういったセミナーも含めて月に150本、開催してます。こう上がり調改善セミナーとかプレゼンセミナー、スピーチセミナー、説明力アップたくさんありますので、ぜひ概要欄クリックしていただいて気になるセミナー発見してみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあ